はようございます。今回は神谷製のソーラーイーグルというラジコンカーを動かしてみようと思います。今日は新聞でこの日付でソーラーパネル3枚で2.5V 800mA が3枚です。で、必ず送信機の方から電源入れます。で、こっちのトリムがあとステアリングの S、 あのアルファベットで ST で、あと左に調整のレフト、右に調整の R、ライトです。あとここはあの前と後ろのトリムです。ブーとか音するときはあのそれは調整してもらって、音しないところが一番0点として考えます。じゃあ次は車体です。車体の電源を入れます。オンオフはここにあるんで、で十分にあの電源入れる前にここにキャパシタチャージレベルって書いてあるんですけど、これが銀色のところまで入るまで火に当てておきます。じゃあ行きます。でアンテナを伸ばします。両方ともアンテナを伸ばす際はこっちが先端は細いので、できるだけ下の方を持って、上の方をこう引っ張るんじゃなくて下の方を持って、縮みの時も逆にあの太い方から、そうしないとあのアンテナを傷めてしまいます。で持つ時も先端を持たない方がいいです。でここでこうこう落とすると生きる、これがゼロ。基本的にこの車高が低いので、これはこれでもダメぐらいです、ね、砂利が入ってるぐらいでもこれでもダメです。もっとあの滑らかなと舗装路、道路のような綺麗な道路のところで走らせるともっと速度が出ます。はい、以上です。撮影終わります。ありがとうございました。あ、電源の切り方は今度はこの車体の方から電源をオフにして、それから送信機をあのオフにしないとあの暴走してしまいますので、電波拾って。以上です。